母のところにですね、バイデン大統領がひざまずかれて、母の方に自分のその愛情というか、私たちへの同情というか、そういった優しいお心をですね、持ったお言葉をかけていただきました。正直涙が止まらなかったありがたさがありましたけども、子供っていうのはもう親の宝物なので、もうそんな目にあったままで放っておくことはできない、必ず取り返さないといけないっていうことを、私はみんなで力を合わせたいので、ご尽力いただきますようお願いいたしますということをお願いしておきました。